韓国ノンシン辛ラーメン、揚げ麺に粉末スープと火薬が入っています。麺は丸型の成形で鍋に入れやすく、太めでもちもちした食感は日本の即席麺とは違います。スープは牛の出汁が出て重厚感もあります。日本語版よりも辛い気がします。現地定価600ウォンというのは業産成果のせいか安く感じますね。